ほどのデータクリスタルをカペルにセットしておいたぞ。あとは放っておけば自動解析されていくはずじゃ。そっか。自動解析というのはどのくらい時間がかかるんですか？破損の具合にもよるから一概になんとも言えんの。何日もかかることがあるから気長に待つとええじゃろ。なるほど。それなら焦っても仕方ないわね。ま、新しいのを手に入れたらわしのところに持ってくるといい。すぐにカペルにセットして自動解析をさせておくのでな。ん？どうしたんじゃ？データクリスタルについてまだ何か質問でもあるのか？ううん、それは分かったけど、自動解析をしてる間博士の方はどうしてるの？カペルに任せてるって割には忙しくしてる気がするんだけど。うん、実は理論の修正に取り組んでおるところなんじゃ。今研究中のとある装置にちいと課題が見つかったのでの。とある装置ですか？なんだか気になる言い方ね。すまんがまだそうとしか言えん。わしらの杞憂ということも大いに考えられるのでの。ともかく完成するのを楽しみに待っておれ。わしの方は当分ここで装置の研究を続けるからの。武具やクォーツが必要な時はそこのペイトンに相談するとよい。レベル3へのスロット強化もぜひ試してみるんじゃぞ。必要ならいつでも声をかけて。痩せ狼か。サイスじゃ手も足も出なかった相手だな。あんたがいれば少しはマシかもしれんが。そう買いかぶってくれるな。通用するかどうか立ち会ってみるまでわからんさ。興味があるならお前さんも来たらどうだ？違いね。準備はしとくぜ。必要ならいつでも声をかけろ。あ、うん、よろしくお願いします。痩せ狼、あの技の切れは尋常じゃねえ。あんたがどこまでやるか見ものだね。僕らが塔を制圧すれば町の敵も撤退するはずだよ。
町で起きている異変は塔と関連した陽動のはずだからね。ということはあんまりグズグズしてらんないわね。ま、そういうことだな。すぐに行くとしようか。ええ、そうですね。それじゃあティータ。あ、うん、お兄ちゃんたちも気をつけて行ってきてね。私はここにいるから、必要な時はいつでも行って。それじゃあみんなも気をつけてね。ザイス近郊では王国軍の守備隊が奮戦中だ。我々王国軍人の名誉にかけ、ザイス市街の無事は保証する。ご心配はご無用だ。諸君は塔の調査に集中してくれ。王国軍人の名誉にかけて、ザイスの無事は保証する。ご心配はご無用だ。よし来た。メンバーを入れ替えるんやな。行くで。おそらくは陽動のはずだから。そうだな、塔が本命なのは間違いない。今は執行者の制圧を優先して考えるべきだろう。うん、了解よ。
you